アホやな耳いいねあーコーテンイエス塩塩のパンにしてやるのどうですかヘタヘタで塩塩のパン今日はですね、はい、関西弁を教えてもらおうということで私たち、まあ、地方出身で関西弁っていうのはネイティブじゃないじゃないですか全くないですどうですか河内くんは関西弁使えますか全く使えないです、うん、でもそれで言ったら自分もそんなに別に関西弁出てないよ出てないね出てないけど、うん、あの芸人さんたちのトークにちょっと自然な関西弁で一言足せるようになったら嬉しいなっていうふうに思ってるんだけどなるほど河内くんは仕事で関西弁使いたいなとかない大阪の人と例えば野球選手とかまあラグビーの選手でもゴルフの選手でも何でも結構関西の人はやっぱ多いのよってなった時に取材もだしご飯一緒に行かせていただく時も関西弁喋れた方が絶対に懐入れるそれはそう思う今日は私たちの今後の人生が関西で生きやすくなるためにも、うん、先輩にちょっと関西弁教えてもらって、うん、いけるかないやちょっと不安だよね不安だ行きたいけど不安だよね、うん、頑張ろう頑張ろう河内くんとかごめんな同期でいや阪神優勝してほんま良かったですよねそら言うてもさ強いでトラトラトラ嬉しいよなどうでした先輩よろしくお願いいたしますあらどういうことだだだまたここ上がってますんやわ天狗してまたほんまに天狗天狗言うたらこうなんてほたえてほたえてほたえるほらほたえてまああのごちゃごちゃしてるいろいろなんだごちゃごちゃして落ち着きないなあいう感じかな先輩すげえ何も聞き取れませんこうかぶるやん私ら喋りが全部かぶるこれも私らそうやな大阪の人はかぶるねでお二人は関西の中でも特にどこのご出身なんでしたっけ私はアビコえそう私北摂まだここで言うんですよそうなの北摂の方あの私関西に来て4年目で、うん、やっぱ北摂はちょっとこう住宅街しかも落ち着いた住宅街っていうイメージがあってアビコは、うん、あのアビコねアビコはアビコはすごくこう元気な商売をされてる方が多いみたいなイメージがあるんですけど、うんうん、そうやねだからやっぱりね大阪、まあ、北摂の方言うとやっぱ京都に近いやろめちゃくちゃ上品なんよあ、そうなんそうなのよどこのこと言うんですか北摂って北摂って、まあ高槻とか高槻、美濃豊中、水田茨城太陽茨城太陽の塔があるねそうやね、はいはいはい、そうそうそう太陽の塔があるね茨城でもないしなそう全部そう2人から見てどうですか大阪弁で喋ってるイメージありますか全然ない、うん、でも私の場合は関西出身の友達が何人かいるんですよ、うん、なので若干映ってきてるところがあるんですけど、うん、河内くんは近いところで同じような人としか遊ばないのでちょっとそうなんだアナウンサーしか友達おれへんそんなことないですでも関西人の友達もいますけど、うん、一緒に話してても全く映らないです覚えられないんですよねその音を音として、はい、いやあのアクセント地点に乗ってないような不思議な音符じゃないですか、うん、確かになんかちょっとシャープとか多いよね、はい、あのピアノでいうあの黒鍵の音を吹くような、はいはいはい、全部だから平板というか、うん、そういうの多いね、うん、あの高さが変わらないとかねそうですねそういうのも多いかもしれないね、うんアホやなだけでも結構違うアホやなほが違うなが違ったなアホやなぁのなぁの音階が難しいと思う音階も難しい楽譜で書いたらちょっと難しいタタタタはいはいタタタタそうそうあ、それそれそれ耳いいねあ、耳いいねなるほど今日音で教えてもらう回だそうやなそれかもそうここから私と河内くんでちょっとフリートークを関西弁私たちが思う関西弁を使いながらしていきますのでその関西弁のまあダメ出しというかアドバイスをいただけたらなということで任しときそこもバッチリやなバッチリいけるで、うん、バッチこいバッチこいバッチこいではお二人ジャッジよろしくお願いしますお願いしますうちらさ、よくこうアナウンサー室のみんなで遊んだりするやん。せやな。で休日とかって普段何しとるの？俺めっちゃゴルフ行くな。うん。どうなん自分？
うちは最近やったら自転車、自転車で行くことが多いかな、いろんな場所に。でもまあ、あの大阪な、大阪ってめちゃ平らやん、めちゃ平らやからさ、あの平地があの山ないやん。いや、だからさ、自転車バー行ってバー曲がってもさ、その全然余裕やん。分かってへん、分かってへん。あ、あのな、難波から日本橋、そっから谷急、鶴橋、坂しかなか。坂全然ないわ。中あんな坂のうち入らんだよ。あれ坂やろ。大阪はめっちゃ平らやで。大きな坂と書いて大阪やで。でも坂がないのが大阪やな。よう思いついたな今の、うん、あの最近車交点おやから、めっちゃそれでブーン飛ばして、あ、たまにモータープール止めてさ、あ、ゴルフ行くんよ。オンジオンジお金かな。自分なんなん、チャリ以外はなんかないの。いや、基本自転車やな、基本な。おで、梅田まで行き寄る途中に3回くらいは声かけられるな。私のこと知ってはるわけじゃなく、シンプルにあのこんにちはとかって言ってくれはる。優しいおっちゃんが。おっちゃん、おばちゃん。おう、うん、いや、でももう慣れたやろ、4年おったら。関西やろ、うん、もうバチコイ。ごめんなさい。じゃあちょっとそれぞれ点数つけていきましょうか。ね、点数つけられる？河内さん、そうね、河内さんの関西弁、じゃあ松井から発表していこうかな。はい、38点。赤点ギリギリですかね。で、山崎アナウンサーが40点。はい、おー、似てかった。うん、負けてるんですか。京香ちゃんの方が関西弁いい感じやった。あ、ほんまですか。地域のあのところが良かったね。自転車はちょっと危なかったね。自転車言ってたけれど、うん、じゃあとりあえず点数をお願いします。点数つけるのあるか、まあ、難しいな。河内くん15点。そして、まあ、それなんか山崎さんはまあ25かな。割と辛い、ちょっと辛めです。正直言ってもう自転車でもう段階でアウト。チャリンコ。そういうことか。もしくはもうチャリやわ。チャリイワス。チャリイワスチャリ流す。チャリイワス。それイワスとかだと思うんだけど。チャリイワス。あと坂。坂とかでしょ。大阪の坂っていう。坂。大阪の坂。坂。坂を降りる。坂や。坂流してきて、私今チャリで。ぴゃぴゃん。そう流してきた。チャリ流してきた。で、バッチ止めて。バッチ止めて。バッチ。あと、ホーテンって言ってて、ショカーちゃん。ホーテン。ホーテン。なんとかを買ってみて。車はホーテン。ホーテン。はい。言ってみて。ホーテン。イエス。そこは英語なんですか。イエス。イエス。イエスじゃなくて、イエス。イエスか。イエス。しかもちゃんとあの目の前にいる人のことをどうなん自分って言ってた。あ、これは関西ポイント。よし。高かったと思う。よっしゃ。自分。いや、負けてんの。うん、で、バーって、バーとかってこう音ね、バーって言って、シャーって言って、めっちゃ伸ばしてた。はい、すごくママな、そうやね、学んできたんやなっていうのにちょっとあの加点して30点。あ、そうやね。よし。山崎さんもちゃんと愛ちゃん言ってたの取り入れてたしね。ね、そう、そう取り入れてたし。何しとるんって、やっぱ熊本弁なの。どうしても出るね。それはそれで可愛いねんけど。生きよるとかね。うん、可愛かった。可愛いので加点した。関西弁でトークしてみてすごく難しかったんですけど、まあ、今日いろんなアドバイスをいただいたので、まあ、例えば次だったらもう関西弁の原稿を作っておいて、この読み方合ってますかっていうのを教えていただいたりとか、アナウンサー室見てみるともっと下手だろうなっていう人いるんですよ。誰イメージがないのは、前田とかはもう関西弁喋ってるイメージ全くないですね。前田もね、そうやね、そうですね。いや、中野くんとかは確かにあのうまくやってる振りとかをしそうな気がします。ちょっと慣れてますねみたいな。できます
できますっていう感じでやってくる気がするので、そこを強く批判してほしい。じゃあ練習してきたやつをコテンパンにやるのどうですか、姉さん。それいいね。ね、コテンパン。コテンパンにやったって。コテンパンで。へちゃへちゃで、そうそう。塩塩のパーにしてやるのどうですか。へちゃへちゃで塩塩のパー。そう、塩塩のパー。これ応援。あ、大丈夫と思う。私テレビで言ったことあるの。あ、大丈夫と思うわ。あちゃんごめん。あ、ごめん。国説の使えへん。いや、アビコやったら今日ワンだよ。ほんまに。ここでも溝がある。これちゃんこぐらいよ。嘘やん。塩塩のパー。塩塩のパーって何？何でも塩かけたらカーってほら縮むもんありますやん世の中。そういうことにしてやろうかみたいな感じ。すげえ。塩塩のパー。なんかちょっと怖くなってきたね。ほんま？はい。大丈夫。これからじゃあほな。次ね、じゃあまた、ね、私たち以外で、はい、いっぱいいると思うので、はい、もう何ぺちゃんこになったんか、大丈夫か、ぺちゃんこです、ぺちゃんこなの、近藤さんに聞いてみたいな、あ、近藤ちゃんはでもね、あの人役者やからね、やるかもしれへん、ね、どうやろうか、やってみようか、ね、ほなそう、また次回は私たち以外のアナウンサーにダメ出しをお願いします。もう私たちはもうぺっちゃんこです。ぺっちゃんこなの、かわいそうに思ってへんけど、まあ、知らんけど、お前な、ね、ほな3位ならありがとうございました。ほな皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。頼むで。下手くそ。